はい、始まりました。石井文のバラッと領事レディオ、この番組はですね、石井文のバラッとの領事が、気になった車バイク、それから、ライフスタイル、僕の趣味であるサーフィンですとか、まあ、あと職人についてのね、なんかいろんなザレ事を、その都度ね、思いついたことをちょっと喋って見ようかなと思うラジオ形式の、カテゴリーでございます。はい。で、僕はですね、まあ今も仕事中結構ラジオ、最近はパソコンでね、聞けるラジコっていう便利な、なんだアプリというかあるんで、いろんな曲聴いてって、日中はね、だいたい J-WAVE が多いんですけど、夜になるとまあ TBS をメインに、この時間今はね、12時ジャストぐらいなんですけど、夜は TBS ですね、ほとんどずっと。で、中学校のね1年生ぐらいから聞き始めて、高校受験の時も相当 TBS ラジオは聞きながら勉強してましたね。で、大学入ってからはレンタカーのねバイトを結構長いことやっていて、車をこう改装中にねよく、聞いてたのが、NAC5 だったりとか、まあ TBS も聞いてたかな。でラジオ番組結構好きで、でちょうどね中1ぐらいの時はラジオ業界ちょっと興味あって、まあその喋ってる人にちょっとね憧れてた時期もあったはあったんですけど、まあ全然それをね別に仕事としようとしてたことはなくて、でもなんか単純にテレビ業界ラジオ業界どっちかっつったらラジオ業界の方にすごい興味あって、でせっかくねYouTube でこうやって自分のチャンネルが持てるので、まあ夢じゃなかったですけど、別にちょっと自分の番組持てたら面白いなと思って、でこの一応カテゴリー領事レディオを作ってみました。でですね、今日まあ一発目何撮ろうかなと思ったんですけど、まだね YouTube 始めたのがアカウント取ったの自体は2年前ぐらいなんですけど、番組っていうかね、このカテゴリー作ってちゃんとアップしだしたのは今年の6月の末ぐらいだったんですが、まだなんて言うんだろうな、自己紹介的なものも撮ってないので、まあここは1回目はね、なぜ今更 YouTube 始めたのかについてちょっと喋ってみようと思います。でまあね、もともと YouTube 自体は興味はあったんですけれど、まあやっぱ動画中心のサイトなのでね、インスタグラムとかフェイスブックとかとはちょっと違うジャンルで、まあ動画が単純に、編集できないとね、なんか入っていけない業界というかね、なのかなと思ってて、でまあちょこちょこ実はこの YouTube のチャンネル以外でも僕別で1個アカウント持ってて、なんか友達とバンドその時やってて、バンドの動画とかね、なんかまあそれは僕が作ったんじゃなかったんですけど、編集してアップしたりとかしてたんですけどね、いまいちなんかこう続かなくて、でもそのアカウント自体は完全に放置で、未だにあるはあるんですけど、もうガラケーの時代なんで画像もひどいし、もうね、全く使ってないアカウントなんですけど、でまあ今回チャンネルやるにあたってこのアカウント取り直して、で始めてみたんですけど、まず、まあ、始めた理由っていうのは結局ね、自分のやってるこの仕事、まあ自動車のシートであったりバイクのシート作るっていう仕事自体が、全くこうなんて言うんだろうな、まあある一部の人には認知されてるんだけど、他のね車バイクにまつわる仕事の中ではすごく、
知名度が低いというか、知ってる人しかそういう仕事をやってる僕らみたいなのがいるっていうのを知らないっていう現状があって、で僕は車のシートバイクのシートをやりだして、お店自体は16年やってるんですけど、車バイクの仕事自体は今年で多分 3,4 年ぐらいやってるんですけど、今年僕40歳なんですけどね、僕より下の年代っていうのほとんど見ないんですよ、この業界は。で、十何年前に知り合った僕の10個上ぐらいの内装屋さんにもずっと、涼二くんが今んとこまだ底辺だねみたいな話をよくされてて、だから下が全然育ってない業界だなっていうのはもう本当にずっと思ってて、で、まあ同じね、例えばカスタムバイク、自動車の業界でも板金屋とか塗装屋っていうのは結構若い子いるんですよ、なんとなく。まあメカいじくれる人も、それこそ、前々回の動画でアップしたあのアスクモーターサイクルの山本くんなんかは32歳とか3歳とか若いんですよ、全然。でもね、このシートの業界とか、まあ、車の内装の業界っていうのはすごい若い子がいなくて、なんでそうすると結局ね、この仕事っていうのは何て言うんだろう、先が見えないというかね、先細りしていくだけの業界になっちゃうかもしれないので、だそこはやっぱりこう、なるべくね、こう気づいたやつが認知度を何て言うんだろうな、こう増すためにね、活動した方がいいんじゃないかなと思って、で意外と YouTube 漁ってみると、僕らみたいなシート屋さんってあんまりアップしてないですよね、やっぱりね。まあ、いたとしてもなんかこうキャンペーンの、なんだろう、こう告知とかね、この動画見てくれた人安くしますよとか、なんかそういうので、意外と例えば作業の手の内を見せてるとかね、こういう材料使ってますよとか、やり方をそれこそ僕の動画では、いくつかアップしてますけど、そういうのとかないんですよね。で海外だと意外とそのハウトゥーでタックロールの縫い方とか、まあ椅子の張り方とかだとソファーの張り方こうやってやってるとか、なんかそういう動画すごい多くって、しかもものすごい再生されてて、まあ どこの国の人がねそれを、再生してるのか分かんないですけど、でも日本国内の同業者と比べたらすごく、なんて言うんだろうな、活動的というかね、みんなでバンバン自分ところの、素材を宣伝したりも、ね、YouTube 使ってしてるし、すごくその辺が日本の、シートの職人さんとかよりかは上というか先をね進んでるなって僕はそれすごい思って、で海外のカスタムとかやっぱりレストアって日本ももちろんものすごく高いんですけど、やっぱり最先端行ってるなっていうのはすごい感じるんですよ。で、ね、日本の自動車の例えば内装とかだって何年か遅れで海外のトレンドが入ってきてるみたいなところもあったりするんで、やっぱりその自動車とかバイクの文化っていうのが日本よりも全然こうもうなんて言うんだろう、大事にされてるというか、だからまあ日本もねいずれそうはならないかもしれないですけど、でも、そこに気づいてこう文化財的なね扱い方でその古い車とか古いバイクとか、まあこれからだって現行でもしかしたらすごくいいバイク車出てくるかもしれなくて、でそういうのにちゃんと価値をこう与え続けられる職人さんとかがね増えればいいなと僕は思ってて、まあなんでうちはねすごい古い車が多いので、僕のモチベーションとしてはもういつもこう古い車とかっていうのはもう文化財だと思って接してるつもりなんで、特にレストアとかになるとやっぱり、車の価値を下げない、レストアの方法とか、予算かけれないけどここだけは絶対押さえておきたいみたいなポイントは常日頃いろんななんだろう雑誌見たりとか人の話聞いて研究するようにはしています。なので極力ね車の、価値が下がらない、
もしくはバイクとかカスタムだったらその、車体にねより付加価値がつけれるような、材料の選択であったりとか、デザインの付け方とかね、なんかそういうのをね常に考えている状況です。はい。で、まあそれがね、概ね、ざっくりしたなんて言うんだろう、その YouTube 始めた、きっかけなんですけど、で結構ね、たまにあの競合がいないんだから一人勝ちで儲かっていいじゃんっていう人も中にはいるんですけど、あの人一人がね月に稼げるなんて言うんだろうな上限なんていうのはもうたかが知れてて、それでこう一点集中でねもうやり仕事やりきれなくて、でじゃあ今はいいやってなって結局内装綺麗にされないっていう車が出てきちゃったら本末転倒だなってちょっと僕は思ってるんですよ。あのねやっぱりこうだって板金屋さんとかだってこんなにいっぱいいるんだけど、まあ潰れていくとこもちろんあるけど、でも次が出てでまた新しい技術だったりセンスだったりが生まれてって言ってこう常にこう畑で言えば耕されてる状態じゃないですか。だけど自動車の内装業界とかシート業界っていうのはそれがされないでずっと同じこうね土で同じ土でいると、まあ畑の食物とか野菜なんかそうですけど育たなくなってくるんですよね、実はね、だんだん。だからね、あの二毛作、あの中学校とかで勉強したことあるかもしれないですけどね、こう時期を変えて違うものを植えて土の栄養を高めてって、それってね結局、まあもう市場、僕らのいるこういう職人の世界とかでも共通だと思うんですよ。いろんな連中が入ってきてごった煮になって栄養価のより高い土壌ができればそこから生えていく木とか花はすごくいいものができると僕は思ってるんで、なんでね13年この業界になんとなく僕いますけど、まあなんかこう一辺倒になっちゃってる部分とかもあるし、まあ、単純に僕は知らないだけかもしれないですけど、でもやっぱり他の業界に比べるとすごくそこが寂しい、なんか状況かなと思って、で単純になんかね いいものだけ作って発信せずにねいると、それって結局あの埋もれてるのと同じなんで、なんで、まあ、ブログやったりFacebook、Instagram とかやってきましたけど、 YouTube っていうのはその中でももう何て言うんだろうな最高峰の SNS だと僕は思ってて、今のところね、話してるノリも分かればやってるやつの雰囲気とかも分かって一番分かりやすいと思うんですよ。で、作品もしっかり見てもらえればそれでこう仕事にもつながったりとかするわけで、これはまあやらない手はないなと思って、解説しました。まあそんな感じで、でもね、YouTube 見て、想像以上にコメントをいただいたりとか、直接メールで問い合わせがあったりとか、質問なんかも、いただいてて、本当他の SNS に比べるとこうなんか。反応がダイレクトですよね。あのインスタグラムとかだとなんかこう通りすがりでいいねパパッとして終わりみたいなね、その後何のリアクションもないとかっていうのもありますけど、 YouTube っていうのはやっぱそれがもっと固い、お客さんというか視聴者さんというかが多いなっていう気がしてて、やりがいが非常にあるなと思いました。で、まあ、動画もね単純にアップしたりかっこいいの作ろうと思うとそれはそれでやっぱりね、自分で調べたりとか研究しないといいものができないっていうんで、ないがしろでやってても伸びていかないので面白いなと思って今やっております。なのでまあ今後はねどういうふうにこのチャンネル育てていこうか、まあちょっとまだね模索してますけど、まあでもこんな感じで、なんかね面白い車来たら紹介して、
作業のね内容はもうちょっとでも日々作ってるシートはね細かくなんかこうまあ作業動画プラス最後の方でちょっと自分の喋りも踏まえて解説したりとかしたりした方がいいのかなとか今思ってます。であと意外と多いのがですね、まあ、僕お店始めてからたびたびあるんですけど、独立考えてるですけどとか、職人で生きていきたいんですけどどうしたらいいですかみたいな話とかかなり聞くので、まあその辺もまあたかだかねまだ十何年だ今年16年やってるのか、まあ、16年ぐらいなんですけど16年の中での体験談みたいなのとかこういうことしたよとかああいうことしたよっていう話は、できるので、まあそこら辺もそのうちこの領事レディオで喋ってみようかなと思っております。まあ第1回目なんでねとりあえず今回はそんな感じで締めちゃおうかなと思ってます。いやーね今週末、今週末っていうか来週末今週末か次の1日ホットロッドショーで今もう夜のね12時半ぐらいなんですけど、まだ仕事してるっていうね、なのでちょっと息抜きも兼ねて、領事レディオ第1回目収録してみましたんで、また次回もしかしたらすぐかもしれないですけど、番組録音しようかなと思ってるんで、まあ本当お耳なじみがいいね声かどうか分かんないですけど、まあラジオがてら、聞いていただけたらと思いますので、またお会いしましょう。では。